イッポリト・ボーナ・ベントラカロンは、ブラジルの画家である。ドイツ生まれで、ブラジルで活動した画家、ゲオルク・グリムから教えを受けた、ブラジル人画家の一人である。リオデジャネイロのレセンデで生まれた、ジュイス・デ・ホラの学校で学んだ。1880年に、ブラジル帝国美術アカデミーに入学し、ドイツ生まれで1878年頃からブラジルに滞在し、 1882年から1884年の間、美術アカデミーの教授であったゲオルク・グリームを中心とするグリムグループのメンバーになった。このグループにはアントニオ・パレーラス、ジョバンニ・バッティスタ・カスタニエートといった画家たちがいた。美術アカデミーで学びながら工芸の専門学校で美術を教えた。教育方法に関する対立からアカデミーの教授を辞めたグリムと共に、 カロンもアカデミーを辞めて、似て色いで野外美術教室を主催した。1885年に友人たちの援助によってヨーロッパに渡り、3年間ヨーロッパで修行した。フランスの風景画家、エクトールアナ島の画塾で学び、ブルターニュやノルマンディで活動した。3年後にブラジルに戻り、劇場や新聞社の壁画などの仕事もしたが1892年に、 大熱病にかかりジュイスでホラで30歳で亡くなった。ありがとうございます。